どうも、愛知です。最近ですね、2時間3時間睡眠でちょっと仕事の関係でね、ちょっと過ごしてたんですけど、やっぱりまあ若くはないんですよね。こう、昼間にさっきちょっと眠くなって寝てたら、もう1時間半も寝てました。今寝起きでね、ちょっと撮影してるんで、ちょっとぼーっとしてて申し訳ないんですけど。いやー、ちゃんと寝てくださいね、皆さん。みんなまだ若いからね、寝なくても結構いけるって思うかもしれないんですけど、その大事なところでこう反動が来て、ね、まあ、試験の時とかわからないですけど、来る場合もあるんでね、しっかり寝てください。俺もそうなんですけど、はい、っていう反省をしながらね、今回はね、睡眠が大事って話をしたいわけじゃないんですけど、勉強において、質と量ってありますよね。まあ、どっちが大事かっていうところはちょっと今回話したいところなんですけど、皆さんどうですか？質と量ってどっちが大事かって言われたら、で、まあ、それぞれ意見があると思うんですけど、まあ、俺がね、もし聞かれた場合は両方大事っていうふうに答えるわけですよ。まあね、そのずるいなっていうふうに思うかもしれないんですけど、やっぱり両方大事なわけですね、勉強においては。で、じゃあ、それでもどっちかと言ったらみたいな質問もたまに来るわけで、じゃあどっちかって言ったらって言われたら質を押すわけですよ。で、実はですね、この質を押す、まあ、だから自分結構勉強の質を上げていこうぜみたいな動画でよく話をするんですけど、それは、実はですね、本心としては量の方が大事だと思ってます、勉強に関しては。やっぱり、ね、量をね、絶対的に勉強量を追わないと、やっぱり伸びないんですよね、成績っていうのは。で、これはスポーツの運とか運動もそうで、やっぱりある程度そのスポーツでこう練習する。まあ楽器もそうだと思うんですけど、やっぱり量を練習しないと伸びなくないですか？上手くならないし。で、勉強もやっぱり全く同じだから、絶対的な量は必要っていうのは分かってるんですよ。分かってるんですけど、質を押すんですね。なんでかっていうと、量はですね、もうこれ自分がああだこうだ言わなくても、みんなはね、勝手に増やすんですよ、量を。勝手に増やしていく。自分がもっと勉強しなさいとかって言わなくても、みんながだんだん危機感を感じてくると増やすんだよね。で、これはみんながもう小学校教育からこうずっとこう刷り込まれてるところがあって、で、まあ、勉強っていっぱいやる方が正義ってやっぱり思いません？そう。いや、間違っちゃいないんですけど、で、それをね、結構間違った解釈で量を追ってしまうっていう。つまり質が低い。質の低い勉強をその質の低い勉強量をいっぱいしてしまったら意味がないじゃんっていうところなんですよね。で、まぁ、ちょっとこう、小学校の話をしてもまぁ、しゃあないかもしれないんですけど、みんな小学校の時に、計算ドリルとか漢字ドリルってありませんでした？軽度感度ってやつですよね。で、特に感度が問題、まぁ、感度が問題ってわけじゃないんですけど、いい教材なんですよ。いい教材なんですけど、よく、漢字ドリルの、こっからここまでのページ、まぁ、ページ指定されて、今日はここまでのページ、1行かな？ 1 行。きっちり書いてください。みたいな宿題を出されません？これ結構多かったですよね、小学校の時に。まあ自分はと遠い記憶なんであまりはっきり覚えてないんですけど、まあみんな覚えてると思うんでね。で、あれってどうなのって思うんですよ。例えば中学校の英単語、こう英単語を1行ぎっちり書いてこいよ、みたいな。あれもどうかと思うんですよね。なんでかっていうと、いやいや、そんなに書かなくても1回で覚えるでしょって話。まあもちろん1回と言わずに、まあ1回2回書いたら覚えるじゃん。っていうふうに思うわけですよ。それは人それぞれ違うわけで。じゃあ、例えば、1回2回で覚えることができる人に対して10回書くのはナンセンスですよね。あと8回も書かなくてよかったし。で、10回書いたとしても、そこに覚えようっていう意思がなければ覚えないわけですよ。ね、結局は覚えようって暗記するっていうか、覚えることが最終的な目標なわけですよ。その漢字、英単語に関して。で、それを覚えてやるぜって思って書いてる人と、ただ単に作業で10回書いてる人、これも偉い違いですよね。で、みんなの勉強もそうなってないですかっていうところが、やっぱり今回伝えたいところになります。質っていうのはね、まあ質っていうか勉強っていうのは、まあこれはね、自分の動画をね、普段、こうよく見てくれてる方は、もう耳にタコができるよってくらい聞いてると思うんですけど、すいませんね、またちょっと話しますけど、勉強は二つの側面があって、一個は新しいこと、新しい知識、新しい言葉、新しい公式、ことを覚える。が勉強ですよね。まあみんなこれ多分こっちが思いつくと思うんですよ。勉強って何？って言ったら新しいことを覚えるよって。で、こっちだけを大事にしてしまうと、これね、定期テストは取れるんだけど、実定は取れないんですよね。実定とか模試で取れなくなってくる。で、これ結構そういう悩み持ってる子多いと思うんですけど、それだけじゃないんだよ、要因は。それだけじゃないんですけど、その実力テストなどうしても取れないっていう方は、ちょっとこっちが強めなんじゃないかなっていうところがあります。で、もう一個の側面何かっていうと、覚えたことを抜けないように忘れないように気をつけながら勉強するっていうのが大事。つまり、新しいことを覚えるっていうことと、覚えたことを抜かないようにするっていう、この2本をきっちりバランスよくやることによって勉強は成立すると思ってます。で、これをちゃんとやることによって質が高い勉強になるっていうことも思ってる。だから、そこをね、すごく大事にしてほしい。だからさっきの例え話に戻ると、その新しいことを勉強するじゃないですか。したときに、まず、これをきっちり覚えようって、これをできるようにしようっていう意思をちゃんとはっきりした状態でやっとかないと、
まあ抜けますよね。抜けるし、覚えが悪くなる。さっき言ったように、例えば英単語に関してみんなね、もういっぱい書いてる子もいると思うんですよ。で、これは間違っちゃいけないのは、いっぱい書くことがダメってわけじゃないんですよ。いっぱい書いてそれが覚える、自分の覚え方なんだって言って、しっかり覚える成果が出てるんだったらそれでいいと思うの。だってそれがみんなのやり方なんだから、で結果が出てるんだから、それは変える必要はない。でももし10回書いて覚えるところを2回書いて覚えるんだったら時間短縮になりません？書くも手も疲れないし。だから自分の能力をそんな下げなくていい、下げてみなくていいんだよ。いっぱい書くことでしか私は覚えられないとか思わなくていいわけ。そう、だからその覚えるっていうことを目標にしたら10回っていう回数にこだわる必要はないじゃんっていうことが伝えたいのね。なので、そのまず勉強、覚えるっていう作業の方、作業でね、覚えるっていうそのなんだ、行動の方であまりこだわらない、数とかにっていうことはやっぱり大事になりますよね。でもう一個、その抜かないっていう方は、例えば今あとみんなが勉強してると問題集やってるじゃないですか。じゃあ今その問題集なんでやってるのって、例えば俺がもし目の前で不意に聞くわけですよ。なんでやってるのその問題って今って言われた時に、例えば、もう昨日の続きなんでっていう場合もあると思うんですよ。それが悪いとは思わないんですけど、その、例えば、じゃそのやってる時に、昨日やったんだけど、この問題できなくって、だ昨日、できなかったから今日できるか確認してるんですって言う子の方が、やっぱり強いわけですよ。昨日の続きでやってるだけなんですよねっていうことを、昨日できなかったから今日できるようにしなきゃいけないっていう。昨日のこのね、昨日とワンセットでやってるんですって、やっぱり違うと思うんですよね。そう。だから、その、まあ、全部答えがあるわけじゃないんですけど、質の高さっていう、質の高い勉強っていうのは、A 君の質の高さと B 君の質の高さはやっぱ違うんですよね。それがやっぱ個々によって違くて構わないんで、みんなにとって質の高い勉強になってるかどうか、で、その質が高いかどうかっていうのは、ちゃんと覚えてるかどうかっていうところと、覚えたことが抜けてないかどうかって、この2点で判断すればいい、基本的には。だからそこを判断基準にして、ぜひね、質の高い勉強、みんなにとってね、みんなにとって質の高い勉強っていうのを、今ね、ちょっと求めてほしい。そう、受験生は、まあ、6月と、ちょっと長だるみしてくるんで、で長だるみしてくるときに、それをやっぱり追い求めて、その自分にとってのいい勉強を見つけていく。それで夏休み、いい流れで突入してほしい。で、その、受験生じゃない方も、今度、1学期とか前期の期末テストが、まあ、やってきますよね。その期末テスト勉強、中間が良かったとしても、期末つまずくからね、油断すると。これガクッと下がっちゃうんで、やっぱりいい得点だった子は、いい得点2回連続でポンポンってやると、やっぱいいイメージがつくわけよ。あ、私やっぱこの辺でいけるんだな、みたいな。でも、1回良かったのに、下に下がっちゃったら、あ、なんだ、やっぱり私下の方なんだって、後ろの結果がイメージついちゃうんで、良かったとしても、下がってしまえばこっちなんだよね、イメージとしては。だそうならないように。で、前悪かった子も、こっち、今回ば、なんだろう、挽回すればさ、前の記憶よりも新しい記憶がこっちがくっつくから、あれ私やっぱこの辺いけるんじゃない、頑張ればいけるじゃんって、いいイメージでいけるから。いい。夏休み、まあもちろんね、遊ぶ子もたくさんいると思うし、遊んでいいんだよ。メリハリ大切だから。そう、大事なんだけど、そのためにも、今、いい、質のいいね、質の高い、こう、勉強法、みんなの勉強法を見つけるために、ちょっと、さっきのね、言った二つの基準を元に、なんかな、なんかなじゃない。なんか、探してもらえたらと思います。